はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルエペネシのピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていく武器はこちらでございます。必戦ヒュー、こちら炭酸ボムエナジースタンドを持っている必戦マイナーチェンジ武器なんですが、前回ガチアサリでボッコボコのボッコボコに負けたんでね、今回はリベンジ回となります。ギアは変えず、イカ速イカニン受け身術でやっていきましょう。ではガチアグラスタート。さあ前回の動画の最後でね、もう完全にガチアサリというルールで負け続けたことによる、心が折れたことによってリベンジ会はしないという宣言をしていたんですが、ちょっとふと正気に戻った後に思いました。いや待てよ、必戦級でこの負け方すんのは普通に悔しいぞと。まあまあ必戦というメインを使っている身からするとこの負け方は普通に悔しいということで、急遽リベンジ会ということになりました。現在も風邪気味であるため途中で声がなんか変になったり、まあそもそも今現在喉が死んでるんで、まあ喋り方がおかしかったり鼻水をジュルジュルすすっていたり咳が出たり、なんで私は今実況を撮っているんですか、知らんがなってことで、さあということでやっていきましょう。相手ダイナモローラーボトルガイザー、プライムシューターのコラボにはカバシューター、こちら側必戦級立体音形カスタムハイドラントカスタムの、シャープマーカーのネオでございます。さあお相手ボトルがやられていく、乗りますか乗りますか、あとはなーっとダイナモが来ている、ナイスダイナモやっていく、トリトルだから、シャープマーのネオですね。ネオ受け身は使ったはずなのに回れなかった、なんでなぜだ、私は現在受け身を使ったはずなのに、とりあえずリッターの方飛びます。まずそうだね、あそこにいるな、なんか見る限りはプライムかボトルのどっちかっぽいね。あーね、プライムだ。いやとりあえず目標はあんまり大きくなく一勝です。 OK ナイス、大丈夫、炭酸ボームをポイ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 、おいおい、あ大丈夫大丈夫、エナスター、あれ受け身なんか発動しないな、あれ方向キー入れてればその方向に転がれるはずなんだけど、しばらく使っていない間に受け身くん今ストライキ状態、ごめんね最近ステジャンに浮気みたいな感じ、なあちょっとよブラス、あーやめろそこの若葉、ボトルかプライムか、プライムシューターのコラボプラポラやってくるね、ちょっと受け身使いたいのであえて飛びます。あ回れた、オッケーです、回れたね、やっぱりオッケーオッケー、やっぱこのキル速よな、必戦といえばこれよね、うえー、マジかよ、そこにいたのダイナモかよ、よりによって、いやービーコンに飛んじゃったよ、帰りますか、ダイナもやっぱやべえね、比べやろ、比べやろっていう名前にしてるのすごいな、オーケー、炭酸ボム3連爆発、飛んでこられる前に消しておきたかったな、っと
郎が消してくれたら助け、ビーコンあるよ、ビーコンお前ないだろ。ああ一応あれか、若葉はビーコンという、あのバリアはビーコンという扱いなのか。あるけどないよ、あれはないようなもんだろ。どうくる、こうくる、マジ。エナスタ使いたかったけどさすがに無理だ。あー残り20秒、40のカウントは結構きついぜ。どうする、ボトルそこか。あー申し訳ねえ、あそこ潜伏する必要なかったか。いやー隅長で見えなくなってるから潜伏しとくべきかなという、ちょっと悪魔のささやきというものが。最後の最後はまあやれてたけど、むしろもうちょいエナスタ回しつつ味方補助行きたかったね。もうちょいなんか味方が集まってからエナスタをってやってる間に敵が来て自滅みたいな、自滅というかやられてっていうデスり方が多かった気がする。さあということで第1戦目負け。ただまあすげえあれですが、アサリと比べたらめちゃくちゃ気分的には上だね。やっぱアサリって私合わねえんだね。なんか勝った時はまあちょっと嬉しい、勝った時はまあめちゃくちゃ嬉しいけど、負けたことが多すぎるせいで苦手意識が高すぎるし、やっても負けるから精神衛生上も良くないけど、なんかホコとかってあそこでああすればよかったっていうこともホコヤグラとかってさあるけど、明確に見えるっていうか味方の動きがああだったからあそこでああすればみたいなのが結構見やすい、アサリよりかはね。まあそんな感じかな。とにかくなんか勝っても負けても、勝った時はアサリ勝った時ぐらい嬉しいし、負けた時は負けた時でアサリよりかは悔しくないっていうか、まあ反省点が明確に見えるからそれよりもなんか反省に行く感じです。はい、じゃあよろしく。オーケー、おいてハイドラント、クラッシュブラスター、モミジシューター、ヒステイク、こちらがスプラローラーとライストリンガー、金モデラーにヒステイク。ハイドラどこだろうね、あそこかな、乗っとこ。あ、クラブラいるか、そうでした、さすがにクラブラは、あーワイパードじゃない。あえて塗らずにいきます。よいしょ、なお、クラブラか、あれ。とりあえずナイス玉を叩き込む、取ります。ハイドラいるから、あハイドラいねえな、オッケー、ナイス。壁とかもきちんと抜いていこう。おい、うわうめっ、いて、これどうしよう、まずハイドラがいる状況きついんだよ。とりあえずはエナスタ、近距離系多いしエナスタはありだよ。やれない、マジか、やばい、ナイス玉来てるぞ、そっち、うる
っと。オッケー。当たった。オッケー、いった。ハイドラ上か。ナイス。オッケー。ハイドラ倒したの偉い。目的のところからハイドラはどかしたし、ハイドラ倒したのは偉いし、味方がねちゃんと矢倉乗り続けてくれたのが偉い。ナイス玉への協力とかできてなかったけど、最後の最後はやれただろう。ただね、こう潜伏時間が長いと思うことがあるんですよ。人数不利を味方に押し付けちゃってるしなーっていう。まあこれに関してはマジで場数を踏んで行くしか状況判断は無理だと思う。よし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 、やっと勝てた。最近負けが続いてて結構精神的に参ってたんでね。ハイドラがもうちょい前来てくれると思ったら来なかったんだよね。まあでも隠れてたおかげで最後のハイドラはいけたし、あれだね、もうちょいちゃんと対面をやりつつ。でも必然ハイドラを2枚抜きしたのは偉いと思う。うっ、ダメージ的な回復は結構ドゥルルって言っても回復はするけど、やっぱりちょっといないとダメだね。さあラーメンネギ増し増し、ミッキーはダメだろ、ははっ、こま切れにしてやる。ってあれね。さあ、ちなみにこのミッキーの判件ってもう切れたんだっけ。確かだいぶ前でもう切れてたはず、判件は。まあ別に判件がなくなったからといって変に使っていいわけじゃないんだけどね。あれよね、確か初代のプーさんとかも判件かなんかが切れてて50年以上経って、でそのプーさんをメインにしたホラゲーみたいなのが出てるみたいな話は聞いたことあります。で、お相手スプラマニューバのコラボとうえヒッセン、ラピッドブラスターと、あとはあれなんだ、ヒロシュ、あー合ってるね、ヒーローシューターレプリカ。ラピッドもめんどくさいが、いやー必然だなこのポイズン。いいよ、なっと裏着地だね。向こう側の着地結構がっつりすぐ使ってくるパターンだね。あそこラピブラ、ラピブラは多分なんだっけ、トラップか。じゃあラピッといそうな場所に炭酸ボムポイポイ投げとくのはありですね。ヒッセンいる、買います。危ね。さあここにいるやつらしか今残ってねえじゃん。オッケー、ナイスアツダッシュ勝利。さあ大丈夫か、取り取る、発動してる。オッケー、あれ必然か。とりあえず必然の着地点にオッケー置いとくだけありだね。
やっぱいるじゃねえか。オッケー、なんか一瞬見えた気がしたわ。オッケー、よいしょっと、ここまっすぐ行くぜ。まっすぐ行ってぶっ飛ばす。一発だけでも入れたかった。さあマニュー使った、誰も落ちない。ナイス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 、ちょっと後ろ行きます。ダメか、さすがに今のはまあ受け身でタイミングがずらしたけど、第二関門の途中か、結構厳しいことではある。うるそう、オッケー、炭酸。よっしょ、インクがない、やっちまった。あー、炭酸リードされちまうね。マジかよ、インクねえのはちょっとさすがにやらかしがすぎる。とりあえず乗った方が戻す速度速いんで乗りますけど、どこに潜伏してるか分かったもんじゃね。でマニューが来るよ。あ、マニュー来てないわ。あれ、やっぱいるね。よっ、うわ帰った、早い。ジャンプしてきたと思ったら帰った。いやー、もう一発当たった。これは乗る気じゃねえ。ありがとうマニューバ、これは強い、これはナイス、ナイスマニューバ、助かった。プレイオブザゲーム指定できない。マジでマジで、あのマニューバくんに送りたい。マジありがとう。12キル7です。まあいい感じじゃないでしょうか。よっしゃ、勝てた勝てた、いいですね。まあよくいけたね。もう終わりを覚悟してたよ。16キル、最後はスペシャル溜まってなかったよね多分。いやー、ありがたい。次が第4戦目かな。ああ、そうですね。いやー、マジか、すげえ感動ものよ。こういうのができるのもやっぱアサリとの違いだよな。アサリって終わりだ、あわつわーっていうような感じが多いから。まあここと比べるとマジ堅実に積み重ねられる人向けちゃ向けだよね。一発で崩してそれを耐えるみたいな感じでやる。やろうと思えば一人で全部のカウント進められるのがこのルールだから。まあポポとかもうそうだけど、アサリは絶対それ無理っていう感じだもんな。よろしく。ということで、お相手ガエン FF ヒーローシューターレプリカダイナモローラーのスパッタリーのキュー、こちら側が、あ、やった。よっしょ、よっしょ、サメ、うまいけど大丈夫。ナイスサメ防衛。サメの理不尽さを感じるよね。逆ね、
可愛い操作を感じるよね。理不尽な可愛い操作を。ここ行っときまーす。メラスタでーす。うえ、ダイナモは落としたけど、うえいって、大丈夫、拾った、拾った、なあ、ダメか。さあダイナモ強えな。アップデで攻撃当たりやすくなったっていうのもあるんだろうね。使用人口が圧倒的に増えてる。うわっ、マジかよ。まあ焦りすぎですね。もうちょい慎重に。あ、まあ一人落とし、うまい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 。あの位置に侵入してたやつらを止めたのは偉いんだが、これ無限侵入編始まるくね。よっと、マジワンパンできる、火力飛んでくんのそれ。やべえ、喉に痰が絡まって喋れなくなってきている。やばい、国道みてになってる。よいしょ。まあこの位置の必戦はうまくはまれば防衛最強ですからね。マジで乗りてえけどな。おいおいおい、よいしょ、来るぞ。あ、来ねえぞ。エナジースタンディングオールコン、オッケー、ナイス。おっとっと、あ、どうも。うわー、うめえよ。うまいっすね。11でやる場合スパッタリーの方が触れるけど、でも私はそれやった場合1点の範囲やばすぎだろうって言えるから、これは単純にお相手がうまい。うえ、マジよくそっち側にスライドする気になるな。すげえな、お見事。ダイナモかーい、ダイナモかーい、ダイナモかーい。やられてますなー、ずいぶんいいようにやられてますね。関門も突破され悲しみに暮れている私でございますが、ダイナモとスパヒューといろいろが強いんじゃな。え、ガエン知らね、あ、やった、ガエンは知らね。ボッバッ、え、マジ今の取られた判定なの。私乗ってたけど多分やるタイミングがずれて取られた判定食らってんな今の。悔しい今の。いちいち交換でもいいから先に倒せてればその判定出る前にやれたのに。それで後の味方につなげようみたいな感じだったんだけどな。ダメでしたね。ということで、結果としては4戦して
2勝2敗ですか。まあ1勝は味方にもうおんぶに抱っこ感、ここね、マジでここに関しては3試合目かに関しては味方に感謝しかないですが、第2試合目はまあまあまあタゲ取りもうまくできたんじゃない、表彰はクソ雑魚ですけどみたいな感じ。はい、ということで今回はここまでといたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃねー。